気をつけろ、シン。シン。どうしたの、アスラン。シンは？なんだよ、シン。一体。うるさい。どけ。伝言の兵士じゃないの。でも怪我してるんです。だから。いやそれもどこまで効くか正直わかりません。あ、いるから落ち着いて。わかるだろう、僕だ、死んだよ。ポートタルキウスへ向かう。案上を頼むで。皆さん、こんにちは。回せ。シャトルのパイロットたちも基地のモノラも本当にそっくりだったと。だが奴らが離れたというのは幸いか。だが失敗にそういつまでも寛大なわけでもない。は、反連合勢力に祭り上げられヒーローのようになってしまっているじゃないか。前の対戦の時にはラクスクラインと共に暴走する両軍と戦って、もう彼はまだあの船のクルーのことを信じているわ。オーブのこともというように。ミネルヴァは間違いなくこのルートを通ってジブラルタルに向かうさ。厳しい作戦ではありますが、だがやらねばならない。代表と名乗る人物の偽物とおっしゃいましたな、ユーナ様は。オブ軍がクレタに展開ということは、やはりまたミネルヴァを。オブ軍はクレタで、もう一度ミネルヴァとぶつかるわ。艦影捕捉。忘れてる気がするんだよな。なんだよ。はい、発進完了。インパルスとセーバーを出して。好きだ、ミステリーション。てー、よし、行くぞ。シンアスカ、やることがあるでしょ。ここには私が座る。ミリアリア。
を切る。選ばなかった道などなかった。これが望みか、貴様の。私のではない。貴様の理屈だ。思い通りになど。私は結果だよ。守りたい世界があるんだ。己のできること、己のすべきこと。やめろー、キラー、やめろー。かなりのダメージを負いました。これ直せってのは無理だよ。攻めは自分が負う。すでにない命と思うならアークエンジェルへ行けと。そんなことはもう散々やってきたんですから。セイバー、あんなにやられたなんて私知らなかった。部屋じゃなくてこんなとこで落ち込んでたんですか。だったらもっとしっかりしてくださいよ。俺は約束は守るさ。シン、大丈夫だよ。ちょっと我慢して。応答してみろ。はい。はっ、あとを頼むぞ。あれは捨てろ。